こんにちは。今日の講義は書籍、地政学が最強の教養である圧倒的教養が身につくたった一つの学問です。この書籍はあらゆる教養の中で地政学こそが最強の教養であることを謳っています。地政学が持つ力は単に世界情勢を理解するだけにとどまらず、圧倒的な教養を身につけることにつながるのです。地政学を学ぶことは経済学、哲学、歴史学、宗教学、文化人類学、政治学、地理学などあらゆる学問の知見を一気に身につけることに等しいのです。そのため現在世界のビジネスエリートたちが地政学を学ぶ傾向にあるのも納得がいきますね。彼らが地政学を学ぶことで世界の基本から最新情報までを網羅し、ビジネス上の戦略的な視点を養っているのです。本書はその優れた内容をいくつかの章に分けて紹介しています。まず第1章ではなぜ地政学が最強の教養なのかについて論じられています。世界情勢の解像度が上がることや長期未来予測のツールとしての役割、そして教養が身につく点が挙げられています。第2章では地政学の思考法について探求されており、気候、周辺国、民族性、産業、歴史、統治体系など6つのキーコンセプトが提示されています。また第3章では島国の地政学に焦点を当て、アメリカと日本の地政学的な位置づけが述べられています。そして第4章では内陸・大国の地政学について中国とロシアを取り上げ、少数民族封じ込めの戦略やウクライナ戦争の影響などが議論されています。第5章では中東、インド、東南アジア、ヨーロッパなどの地域における地政学的な視点が示されています。さらに第6章では未来の地政学について、気候変動や資源争い、宇宙に至るまでの展望が提示されています。最後の第7章では日本が今後どのような戦略を取るべきかについて考察されています。このように本書は地政学の重要性やその応用方法について幅広く解説しています。地政学を理解することは世界をより深く知り、ビジネスや政治の世界で活躍するための重要なスキルを身につけることにつながります。地政学は私たちが生活する世界を理解し、より良い未来を築くための鍵となるでしょう。地政学は経済、哲学、歴史、宗教、文化人類学、政治、地理などあらゆる学問が集約されているため、地政学一つを学ぶだけで幅広い知識と教養が身につくのです。つまりこの一冊で圧倒的教養を手に入れられるということです。地政学の思考法を身につけると物事を多面的に捉えられるようになります。ある国の立場に立って考えるトレーニングを重ねることで、自分とは異なる視点から物事を見渡せるようになるのです。これにより国際問題などについてより深い理解と洞察力を持てるようになるでしょう。本書を読み進めていくと世界各地の地政学的状況が詳しく解説されています。日本、アメリカ、中国、ロシアはもちろん、中東、インド、東南アジア、ヨーロッパなど様々な地域の実情を地政学の観点から学べます。それぞれの国や地域が置かれた環境や条件、歴史的経緯などを踏まえて現在の動向や対立構図の本質が明らかになっていきます。例えば中国については、少数民族の封じ込めのために強権的になる理由、一人っ子政策が軍事に与える影響、経済圏構想、一帯一路の行方など様々な側面から掘り下げられています。ロシアに関してはウクライナ戦争の本質が第一次世界大戦と酷似していること、 NATO 拡大が地政学的均衡を崩した経緯などが解き明かされます。このように地政学の視点から世界各地の情勢を多角的に理解できるようになれば、国際ニュースの読み解き方が格段に深まるはずです。政治家や企業の動きの背景にある地政学的な要因が見えてくるからです。また長期的な未来予測の手がかりにもなります。さらに本書では気候変動の影響、南極資源をめぐる争い、水没する湾岸都市、宇宙開発と地政学の関係など未来の地政学的課題にも目を向けています。地政学の考え方を身につけていれば、
そうした問題に対してもある程度の洞察が持てるはずです。日本が取るべき対応についても提言されています。地政学は自国の進路を見定める上でも極めて重要な学問なのです。本書を通して地政学の奥深さと重要性を余すところなく学ぶことができます。世界を俯瞰する視点と多角的な物事の捉え方が身につくはずです。この一冊でまさに圧倒的教養を手に入れられるのです。そして最後に、読書で勉強も大事ですが、美容と健康管理も大切です。なぜなら、健康な体があってこそ私たちは日々の活動を満足にこなし充実した生活を送ることができるからです。体の健康は心の健康にも密接に関連しており、両者がバランスよく保たれることでより良い人生を送ることができるでしょう。そのためにも適切な運動や栄養管理が欠かせません。しかし多くの人にとってこれらの健康管理を行うことは容易ではありません。ジム通いやダイエットは続かず、挫折してしまうことも少なくありません。そこでライザップ結果にコミットプライベートジムが登場します。ライザップは専属トレーナーによるマンツーマントレーニングを提供し、個々のニーズに合わせたプログラムを作成します。食生活やメンタルのマネージメントも含め全体的な健康管理をサポートします。さらに30日間の無条件全額返金保証を提供し、安心してプログラムに取り組むことができます。このプライベートジムの特徴は完全個室のプライベートな空間でのトレーニングであり、他の人の目を気にすることなく集中して取り組むことができます。1日50分、週に2回のトレーニングで無理のないペースで取り組める点も魅力的です。また無料カウンセリングを提供し、初めての方でも安心して利用できる環境が整っています。マンツーマントレーニングなので、これまでダイエットやジム通いが続かなかった人におすすめです。トレーナーが作るあなた専用のプログラムで無理な食事制限なしで健康的に痩せることができます。リバウンドしにくい体作りを目指し、理想の体を手に入れましょう、というのがライザップのメリットです。このようにライザップはダイエットだけでなく健康管理にも特化したサービスを提供しています。健康な体を手に入れ、美しい姿を保つためにライザップのプライベートジムが有効な選択肢となるでしょう。気になった方は概要欄のリンク先から詳細情報をご覧ください。以上で講義を終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。